の菊野戸です。ザロです。お願いします。お願いします。いや本日はね、このコロナの時期にロケ撮影させていただいて、ちょっと恐縮なんですけど、はいはい、大阪の古着好きがもう全員知ってると言っても過言ではない名店、あさぎさんっていうところでね、ちょっとね、うん、めちゃくちゃヤバい商品が入荷したと、ある情報筋から仕入れました情報筋、はい。でもそんなにヤバい服仕入れるみたいな感じで、もアサギが今ヤバいことになってる。ヤバいことになってるの。大阪の古着好きの周りで、うん、朝ぐらいまで言ったらみんなビクッてなる。いやいや過敏すぎるやろこれ。でもそれぐらいヤバいことになってて、いい服が入ってると、はいはい、まあいい服はね。でもこんなね、古着屋が仕入れ大変な時期にいい服仕入れてくれてる、うん、まあいいですね。これはね、もう我々いい服を紹介しざるを得ないせざるを得ないということで、ちょっとアサギさんの方に頼み込ませていただいて、はいはいはい、ね、撮影の許可いただきました。ああ、よかったよかった。コロナに万全の注意も払いながらも、はいはいはい、ちょっと浅木さんの方で、うん、その店の紹介兼、うん、お買い物の方をさせていただこうかなと思います。いいですね。なんでね、早速、浅木さんの方に行ってみましょう。の前に。の前に。ロケ定番のコールチェック。浅木さんは心斎橋大丸から一直線に雨村方面に来て、じゃじゃーん、この突き当たりのところにございます。こちらが四つ橋ですね。で、まあ場所的にはこの三木楽器の向かいが浅木さんとなります。はい、はい、もう入っていきなりやばないですか。やばいっすね。古着屋とちゃうみたいな。いや、オーラというか雰囲気がね、全然違うよね。まずこのなんか衣装みたいな、確かに、ここから見てみる。いきなり黒シャンのテーラードジャケットっていう、うん、黒シャンのテーラードジャケットっていう、そのすげえレア、めっちゃレアなんや。ちょっとあれはサイズが自分には小さすぎるんで、ちょっと小さいね、着れないんですけど、うんうん、いきなりバサンしてきてるまあ店の顔みたいなとこありますからね。すごいレースのソースで、はあ、すごいね。いや、置いてる服すごいな。もう、これ着てること付き合いたいの服基準ちょっと中身見てください。おお、鹿の、鹿がトナカイ、こん多いね。エンダルツかもなかった。あった、ありました。古着屋はこれ置いてる白星置いてる説。古着屋俺が開くってなったら、まずこれ仕入れる。いや、服仕入れるまず側から入るのよ。いや、すごいな。10年代。え ?100 年前?100年前の服残ってんのすごいな。うわ、これ、あ、そうか、マスターピースやね僕に。そうですね、これすごいな。100年前の服置いてある。しっかり動物ボタン、ボタン残ってんのすごい。そう、状態良すぎる、やばい。うん、これがやっぱ浅木さんの唯一無二の感じだよね。すごい、ね、すごいですね。ちょっと見ていきます。はい、こういうフロックコートとか、ほうほうほう、基本的にその1900年代序盤のジム、うんうん、まあね、結構あるのが、もう、無茶ぶりしてきた。確かに。すごいよな。で、まあ、その、意外とその、ユーロ、ヴィンテージの定番アイテムをしっかりあるみたいな。
へぇ、これにドクターズさんから、ほんほん、このおコーデュロイ、おコーデュロイ、これベルトループないじゃないですか。あ、ないっすね。シンチバックで、うわぁ、で、この1900年代、ここがこう V 字状に割れてっていう、ほん、ここがサスペンダーのボタンついてます。へぇ、ちょっとアップで、あ、ほんまや、なんかあんま見たことないディティールの。触らせてもらいます。あ、いいっすか。おお、すごいな。昔の服基本的にさ、に肉厚よね。そうそう、すごいよな。で、ここに私の大好物というか、大好物、ちょっとなかなかね、メガも張るんで、うん、手は出してないんで、はいはい、フレンチピケ、ピケ、うん、ピケっていうのはこの触ってみて分かるんですけど、うん、コーデュロイのちょっと着回してないなみたいな。ああ、うねというか段々があるけど、こうっていうことね。アメリカロンとか結構硬いんですけど、うんうんうん、これちょっと柔らかくなかった。あ、柔らかかった。そういう何か質感もフレンチヴィンテージでしか味わえない。へえ、アメリカ医療はガシガシしてる印象やからな。近くで見てたらあれなんですけど、ここからなんか経年変化順に並んでるというか。あ、元はこれなんや。そうっす、すげえ。これはちょっと茶髪もあるんですけど、うんうんうん、大体こんな感じ。最終この何ですかね、ちょっとこう緑、今緑がかってますけど、グレーですね。グレーになる、うん、とんでもない。すごいね。もうマスクの中よだれでいっぱい。いや汚いな。でこっちもね、まさぎさんが唯一無二と。いやー、これはこれは見たことないな。これは舞台衣装。はあ、衣装。アンティークの。あ、じゃあもう当時なんていうん、あの木の舞台というかでやってたみたいなやつか。はあ、すごいな。そういうのも行きつつもちょっと目にあってみてた。インディゴリネン。何それ、聞いたことないな。リネンを天然ゴリゴリ、うんうん、で染めてる。防虫効果みたいな。ああ、その、見た目と機能とどっちもみたいなね。いやー、この辺はちょっともう1900年前半でもマスターピースすぎて。へえ、試着もできないんでちょっとあれなんですけど、今んとこ値打ちもんしかないよな。やばい。もうちょっともう今足元映さんといかんすよ。なんで震えてる。じゃあこっちはカメラで補正しときます。俺の足が震えてんじゃなくて自分の手が震えてるよ。ちょっと見せてみて。画面酔うわ、そんな人。まあ、お、レーザー来ましたね。こういう、これはユーロ系かな。めっちゃ上手。え、何それ、もう新品みたいな輝きしてない。いや、めっちゃ、まあ一部擦れてるとこは擦れてるけど、かなり状態。いや、なんか他の古着屋のさ、なんかもう朽ち果ててるようなさ、ジージャンよう見るけど、ジージャンっていうか、レーザージャケット見るけどさ。肩えぐれ。そう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 。もうレザーのええとこ吸い尽くしたみたいなの見るけど、これすごいな。はあ、ちょっと見てみたいわ。これがさっきのピケのおやつなんですけど、おボタン残ってる。ちょっとこれの一つをね、うん、あの私目つけておりまして、で先日、うん、一回ね、その撮影のお願いの時に、うん、もうすでに抑えさせていただいているというか、抑えてすごいね。その時購入させていただいているというか。はあ、買いますか、じゃあ。はいはい、行ってみましょう。はいはい、行きますか、じゃあ。ちょっと本日お目当てで、お目当てなんていうか、ちなみにこれデザイナーブランドのことです。はあ、ありがとうございます。フランスのデザイナーズブランド、これだけ新品のブランドです。お、へえ。他はあのユーズドなんですけど、はい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 、フランスのニット職人の方に作っていただいた。すぎでしょこれ、肉厚やな。あ、じゃあちょっと早速このピケジャケットの方、ピケジャケットいただきます。おお、なんかフィット感やばい。ジャストやん。いや、すごくないこれ。え、丈完璧やん、肩幅。
完璧すぎて完璧やな、運命やんってなって、ね、先日すごいねさせていただきました、うん、いやこれあれでしたっけ、30年代ぐらいのやつでしたっけ、それはそうですね、かなり古いもの、いやすごいね、やっぱその1900年初頭の狩猟って、うん、富裕層のあその遊びやから、たしなみ的なね、なんか仕立てがすごいいいよね、あそのアウトドアの服やけど仕立てる人がお金持ってるからこう綺麗とシェイピングされてるくないですか、確かにシルエットがね、それでアウトドアって感じじゃないもんな、普通に綺麗もんな、イギリスのラブアとか、うん、LL ビーンとかアメリカの、うんうん、まあ、結構こうペタンとしたしてますね感じやけど、うん、まさかの1930年代ぐらいの昔の方が形がいいっていうところも俺結構どぎものかれてます、それ今素人目線やけど状態めっちゃいいな、結構まあ経年変化みたいなの起きてるんやけど、うん、なんていうか味というかマジで何いい感じの味になって、貴族の人が綺麗に着てたんかな、やばい、すごいお貴族の方ピンクライトでできてまして、これも魅力やな、これなんすかなんすか、ピンクライトっていうあの樹脂なんですけど、へそうなんですよ、こうね、あの手でこう摩擦こう擦っていただいたらちょっと石油の匂いするような、え、すごっ、ちょっとまたマスクを外せるところでやる敏感やな、でこのボタンも魅力よね、そのいやそう動物ボタンとかよく言われるこの犬の顔っていう凛々しい顔、確かにいいなっていうのと、ボタンも揃ってるし、ほぼ全部揃ってんのこれ、ここだけちょっと別みたいですけど、あ直して、いやいいでしょ、こんだけ残ってたら、いやそうなんですよ、すごいね、フレンチヴィンテージ、うん、あんま持ってはないけど、うんうん、結構調べてて、うん、まあ、昔のフランスってその軍隊の服とかもそうやけど全部この襟が、うんうん、なんていうか ラウンドしてるっていう、あもう詰まってるというか、ちょっと閉じさせてもらって、うん、閉じさせてもらうんですけど、うんうん、ちょっと待って、いや似合ってるな、そうやねんな、なんか似合ってんねんねえ、貴族のデートかですか、うわジャスト今仕立てられたの農夫の会、ね、貴族の子、うわこれがすごい、これすごいな、古着で何80年前ぐらいの服でようこん40年代なんで、そうですね、40年だ、あ30年代なんで、だから90年前の服でこんなきれくて品があるってすごいな、いや、 やっぱりこのまだ貴族文化と、うんうんうん、残ってるんかなっていう気持ちになるよね、いやーすごいな、このしっかりフィットさせた時に、うん、このきれいになるハンティングジャケットって、うんうんうん、このフレンチヴィンテージでしか味わわれへんかな、あーでもなんかそんな気するな、腰はあるんやけど柔らかいみたいな、ちょっとよくわからん、よく説明しづらい言葉にできない、手に取っていただかないとわからない表現にはなるんですけど、これはヴィンテージでしか出せへんなという、いやちょっとでもいつも大げさに言うてますけど運命ですねこれは、そうなんですよ、このサイジングすごいね、俺やんみたいな俺やん、もう一人の僕出会った、もう一人の僕でした、もう一人の僕が来てましたねそうなんです、いやなんでこれをちょっと本日は購入して引き取らせていただきます、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、で、はい、まあ、これを手に入れたぜって言いたいんやけど、ちょっともう一個めっちゃ気になって、はい、え買い足しですか、買い足すかどうかはちょっとあれなんで、あ、覚えてくださってるこれ、あのえ、何それ何それ70年代の革ジャンで、うん、スウェードえなんやけど、これはなんていうか、作りやばないですか、デザイン見たことない、ちょっと触ってみていいですか、このクソ肉厚、うおー今やったら20万回するんじゃん、で、この肉厚なスウェードって結構硬いイメージあるけど、あるね、なんかちょっと柔らかくなって柔らかい、なめしとかがやっぱあれなんかな、これもね、うん、めちゃくちゃ気になってて、ほうほうほう、どうしようか、着ますか、着させていただきますか、試着させてもらおう、あ、そうですね、
全身履いてます。ちょっとシアーズのやつなんですけど、はいはい、試着させていただきます。おー、肉厚そうやな。おお、かっこええな、それ。なんか今っぽくない？今っぽい。ワイドパンツにも合いそうか。なんかあんま古臭さ感じひんな。それマジでこれはアサギさんのセンス。はあ、セレクトの全部めっちゃ古かったりとか、これは70年代やけど、うんうんうん、っていうその幅広い時代と国でセレクトしてるんやけど、うん、なんか全部確かに。タイムレスな。確かに。お花着てるっていうのが俺的にこのアサギさんのすごいところかなって。なるほどね。かつしかもけどそっちのあの衣装みたいなね。これもありますよ。大尖りもしてる。尖ったのも。タイムレスなこともできる。実用的なね。すごすぎでしょ。それそもそも綺麗しな。もう。いやこれめっちゃ迷うんやけど、ちょっとあの、ね、ハンティングジャケットを。買ってしまったんで。値段がって感じですか？ちょっと。そうですね。まあどっちもその適正というか、うんうんうん、一般的な価格ではあるんですけど、うんうんうん、まあ一般的な価格ってことはですよねみたいな感じ。なるほどね。ちょっとこの動画の収益が良ければ買います。それまでにこれ見た人でこれ欲しい人は急いで買ってください。100万再生せなあかん。そんな高ない。ちょっとこれは聞かせていただいたんですけど、保留というか。はい、わかりました。はい。いや、まあさっきのは気になってるものの一つだったんですけど。なるほど。いろんな国のレザージャケットも揃ってて。幅広いっすね。で、まあこう最近ちょっとセブンティーズのなんていうか、うんうん、流行がちょっと来つつあるよ。はいはいはい、はい。フレアのデニムとか。あ、そうですね。なんでもそれに合わせるのにめちゃくちゃいいんで、もうパッチ。もうぜひね、この自粛がもうちょっと緩まったらもう飛びついてください。飛びついて。俺もその時の月の給与で飛びつきに来る。競争っすね。競争。負けてられないな。ないねそれ。でも他にもね、アサギさん。それこれは。これはあれですか。これユニフォームじゃないですか、ジレジャケット。ジレジャケット。ホテルマンジャケットの形なんですけど、ユニフォームっていうような感じのデザイン的にね、デザイン的にはそうやけど、まあ、それ面白いな。エンジニアジャケットとかある、うん、うわ面白いな。これめっちゃいいよな。ちょっと分かりづらいですけど、こう前がベルベットになりますね。色ではなくて、そうなんや。モールスキン、ブラックうわえ、ブラックモールスキン、この黒さで残ってるってすごすぎる。すごいな。わかるかな、この前が紺色じゃなくベルベット、こっちがモールスキン。いやすごいな、これ面白いな。こちらにね、まだピケも残ってるんで。おお、それさっきのと原色は似てるんですか？いや、ちょっと違う。ちょっと違う。なるほど。黒黒シリーズ。はいはいはい。なんでちょっとね、気になる人はぜひ。もう相当アサギさんはもともとコアなファンが多いんで、あちょっとねなくなってたら売り切れごめんですね。すいませんという感じなんですけど、はい、よければ出会いに来てください。俺が言うのもあれですけど、出会いに来て、はい、アサギさんに出会いに来てください。はい、ということで、ちょっと待って、めっちゃ顔やってたからもう一回。はいはい、ということで、買ってきました。はい、買ってきましたね。いやー、非常にいいものです。すごい買い物してたね。今一度、見せたって、いいですか？いいですよ、見せてください。本当に、いいですか？なんやねんそれ。じゃあちょっとね、見せつつ、はい、着つつ、やっちゃおうかな、はい、よいしょと。購入しました商品は、はい、でるるる、出ましたね、フレンチピケハンティングジャケット。すごいよなこれ。いやまあね、うん、ちょっとこれ裏地がドドンと出ちゃってるんで、ちょっと早速着ます。着ます、着ました、今着ました。あ、もう
サイズドン。来たー。サイズドンピシャやねんな。いや、そうやねんな。怖いぐらい。あの、結構こういうユーロワーク系の動画って、うん、みんなゆったり着てる人多くて、うんうん、そうですね。で、もうズボンも太くドンみたいな、うん、だけどジャストなのね。ジャストもジャストよ、これ。いや、もう会いたいもん、元のオーナーに。100年弱前のオーナー会いたいよ。もうちょっとね、ちょっと会えないんですけど、会いたいぐらいのね。いや、もう俺ちゃうみたいな。もう顔まで一緒だった。青い目をした俺じゃない。っていうぐらいね、会っちゃってるんですよ。いや、すごいよな。いや、これね、もうめちゃめちゃ語りたいんで、ちょっとね、うん、この続きはまた後日動画で。もうちょっともう足りひんから、尺がと。そうです。このジャケットについてね、深く掘り下げた動画はまた別で出させていただくんですけど、今回お邪魔させていただいた浅見さん。あ、そうですね、ほんまに。やばくなかった？やばかったよ。もう冒頭で言いましたよね。やばい商品がたくさん入ってきて、うん、アメリカ系のさ、革ジャンから、うん、革、そう、ユーロ系の革のコートとかもあったし、うん、で、なんていうかな、1900年前半の、うん、もういわゆるスペシャルって言われるアイテム。はい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 。でもヴィンテージがだいたい1950年代、うん、まあ60年代から40年代ぐらいまではヴィンテージやけど、30年代ぐらいから前はもうスペシャル。名前変わるんや。そうそうそう。いや、一括りでヴィンテージやと思ってたけど、スペシャルって。そうそうそう。でも100年前になるとミュージアム級みたいな博物館感じで、よくそのヤフオク界隈とかでよく使われてる言葉なんやけど、はい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 、そういうのが言われてて、で、ほんまスペシャルばっかり。いや、ほんまやで。スペシャルとミュージアムばっかりで、うん、もうなんかほんまに資料館みたいな気持ちやってる。確かにね、ある種、うん。で、まあちょっと素人目から見たら、もう状態がもうとにかくいいと、うん、俺はもう、だからそれもすごい感動したけどね。まあね、うん、状態は結構、まあやんちゃなやつはやんちゃやな。あだからまあ、全部が全部サラピンってわけではないんですけど、うん、こんなんめっちゃいいやんか、状態。まあね、これも結構ここが、こっちが茶色でこっちが黒やったり、まあ、ね、バレへん程度な感じなんですけど、うんうんうん、まあ、ある程度これも経年変化してるんですけど、ちょ、やめて、これ次の動画で喋って。ああ、そうね、そうね。やめて。まあね、結構おもろいもんがいっぱいあって。すごかったよ。で、浅木さんのやばいところがまだあって、うんうん、2階にレディース古着があって、うんうんうん、3階にメンズ古着がね、もっこあるんですよ。うん、おー、まあ、1階もレディースメンズ混合だったんですけど、はい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 、1階はそれヴィンテージとか、うん、ユーロとかアンティークの、はいはいはい、のなんていうか、そういうちょっとお値打ちというか、すごいなんていうか、うん、メッケモンというか、はい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 、もうアサギのコンセプトを体現したようなアイテムがいっぱいあるんですけど、うん、そうじゃなくてちょっとブランド古着とか、うん、親しみやすい古着がね、いっぱいあってて、それも上にあるんや、ちゃんと。そうなんです。でリーバイスのビッグイーとかもたまにあったりとか。なるほどなるほど。もうね、浅木さんはね、もうあのまま行ったらほんまにもう営業の頭からケツまで取らなあかんなってまうから、今回はちょっと1回だけ。あー、なるほどね。取らせていただいたんですけど、もうほんまにすごいとこなんで。なるほど。もうぜひ行ってほしい。そうですね。でもその上の階の商品も下の階の商品もインスタグラムからね、うん、軽くは確認できるんで。あ、この入ってきたのはご紹介してやる感じね。そうですね、まあ、全部が全部紹介してくれてるわけじゃないんですけど、うん、結構紹介してくれてて、はい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 、え、浅木さんの幅ってこんな広いみたいな。いや、幅広いな。陽大官の守備範囲みたいな状態なんですよ、もう。なるほど。すごいことになってるんで、もう、ね、はい、インスタのリンク概要欄とコメントに貼っとくんで、ぜひね、見てほしいです。はい。で、まあ基本的に浅木さんはその、うん、店舗のコンセプトとして、うん、そのちゃんとその服と出会って、うん、で、これがその店員さんからこの服はこういうものですよっていう説明があったりとか、うん、コミュニケーションがあって、で実際に袖を通して買ってほしいっていう思いから、はいはいはい、そのインスタからのお取り寄せとかお取り置きとか、うん、まあその値段の開示とかはしていないんですよね。はいはいはい、おお、まあちゃんとその、ね、巡り合ってほしいというか、こだわりがすごいな。まあ、出ないとようわからん転売がバーって買ってしまうみたいなのもあるかもしれない。あるかもしれない。そういうのもあると。いや、それは俺の推測やけど。まあそうじゃなくて、まあ、ちゃんとその古着屋としての、うんうんうん、もうメルカリとかじゃなく古着屋っていうのは何やねんっちゅう。あ、本来あるべき。そうそうそう、ね、うん、う古着との出会い、ストーリーやろうがいいけど。なるほど。いや、すいません、これは俺が勝手に言ってるだけです。でもけど、そんな感じがすごいして。いや、するね。これぐらいね、なんていうか、
熱い思いが感じられるすごい古着屋というか、もともとすごかったんですけど、今回は特になんていうかこういうピケ系っていうかな、あんまりこの、まあ、年に1回入ってくるぐらいで、その常に店にあるわけじゃないんですよね、浅木さんって中でこのピケのやつとかそのジレジャケットとかがあって、もうすごいなんていうか今熱いみたいな状態になってて、ね、はいはいはい、でもアサギファンっていうのはもう もともと強烈なアサギファンがいっぱいおるんで、まあ、おりそうやな。でもこの動画を見た頃にはもうみんな亡くないなくなってるかもしれない。なるほど、今日映したやつがもう亡くなってるとっていうのはあるかもしれないんで、そこだけちょっとねご了承ください。なるほど。ただ俺もあの革ジャン狙ってるんで。いや、よかったで、あれでも今回の YouTube の収益入ったらもう即行くんでちょっとね気になる人は先買っといてください、ね、この動画を回す前にいっぱい見てもらう前に買ってもらわないと、はい、いやー、まあ、こういう感じでね、イーフグチャンネルは今後も面白い古着屋とか、そうですね、セレクトショップとか楽しかったな、今日、うん、なんていうかな、そういうのをいっぱい紹介していけたらいいなというか。そうですね、まあイーフグっていうのはそんな意味を込めてつけたチャンネルじゃないんですけど、まあ、いい服の名に恥じぬようなね、いいものをね紹介していけたらと思うんで、そうですね、うん、ちょっとね今後もどしどし登録しとか高評価してくれたら、ね、俺らもね今後も古着巡っていったり、セレクトショップ行ったり、うん、その工場見学したりとか、あ、いいですね、するモチベーションがね、うん、脇に湧いてくる湧く思いますし、そのチャンネル登録者数でねやっぱり交渉の、あー、そうですね、カードの強さがね全然変わってくるんで。いや、僕らもう700、800の頃とかで、ね、いや、もうもう願いすんのも尻込みでしたからね。いや、今でも竜騎士ガイアぐらいよ攻撃力はまあまあでも強いで、竜騎士ガイアぐらい2600ぐらいあったよ。いや、もうそんじょそこらの機械族にリミッター解除されたら負けるなるほど。いや、もうそれぐらいのね、うん、まだパワーなんで、ちょっとそうですね、皆さんのお力をぜひ、ね、うん、そうですね、いや、伝わるかよろしくお願いします。ちゃんと言ってください。はい、お願いします。まあ、今回はこの辺で、はい、まあ、気が向いたらこの続編の動画を見てください。お願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。